ストリーからの依頼です。ウォルターが同社に持ちかけた中央表現におけるコーラル集積情報、その確証を得るためあなたに先行調査を依頼したいとのことです。広大なアーレア界を超える手段ですが、グリッド086の上層区画に備え付けられた大陸間輸送用カーゴランチャー、これを使い中央表現へと向かうことを提案します。グリッド086はドーザーと呼ばれるコーラルを構成新薬として扱うならず者の巣窟です。中でもラッドを名乗る一派は非常に好戦的な武器商人でもあり、道中は危険を伴うでしょう。私があなたをサポートします、レイブ。これよりグリッド086に侵入します。システムにバックドアを作成、垂直カタパルト、ロック解除、スチームシリンダー接続、射出します。
方が安くつくんじゃないかと思えてきたよ。
闘モード起動。始めるよ、ビジター。つまらないコヨーテどもをぶちのめしてきな。レイブ、すでに攻め込まれているようです。対処しましょう。を進行し、大陸間輸送用カーゴランチャーを目指します。カーラからは約束通り案内をするとの連絡が入っています。ノーザーの言うことをどこまで信用していいかは分かりませんが、情報を得る意味でもまずは話に乗ってみましょう。ところでレイブン、彼女の2つの灰かぶりですが、これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話の類でしょうか。あなたと出撃するのはこれで3度目ですね。疲
少し慣れてきました、デイブ。メインシステム、戦闘モード起動。始めるよ、ビジター。伝えた通りだが、案内は任せな。あんたには恩を売っておくのも悪くない。
れです。コンテナにアクセスしてください。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が、
ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。